ません、遅くにからお先に失礼します。里芋と椎茸ですね。あ、じゃあ、あそこのガレージ入れるために手作りで屋台を。そうですね。何日ぐらいかかりました？自粛の間に作り直したんで。あ、自粛中に作り直したんですね。はい、材料費とか結構かかったんじゃないですか？あ、そうですね。大体作りましたよ。もう100万近くぐらいかかったっけ。本当ですか？まあでも。でも、お一人で1ヶ月で作られたんですね。まあ、あとスタッフのもごとかと一緒にみんなでやって。なんか屋台で働くきっかけとかあったんですか？なんかもともとお客さんだったんですけど。あ、なんかもともとみんなお客さんから働いてる方結構多く聞きますね。はい、ちょっとなんか前の仕事を辞めちゃって、はい、まあ、その次のつなぎみたいなつなぎ、あ、働かせてもらってたんですけど、やっぱり楽しくて、あ、ただ4年半もつなぎが4年間もまあそれほど魅力があるってことですね。
そのおでん別のところに置いとかないと、あのあれこっちに入れないと進まないから。綺麗です、綺麗ですね。何種類ぐらいあるんですか？今25ぐらいですかね。25種類もめちゃくちゃ増え、なんかずっとどんどん増やしてて、これも書かれたんですか？めちゃくちゃ上手じゃないですか？なんかあんまり言うと恥ずかしいから。いや、発注されたと思ってました。絵も、その絵も字もですかね？絵も字も、はい。綺麗ですね。いやいやいや、だから洗うときめちゃくちゃ気使うんです。自分で作られてるから。全て揃いましたか？揃いました。
すみません、ありがとうございます。後藤うどんちゃんの茹で上がりが独特のちょっとぬめりがあるんで、そのぬめりを一回やっぱすすいで落としてあげないと美味しくないですね。あと塩味がちょっと残りすぎちゃうというか、麺の塩味が。そうなんですね。それを一回落として。独特なんですね。そうなんです。そして冷たいままだと屋台出せないんで、もう一回軽く温め直す。牛もいいですけど、うん、
それでちゃんと言わないと。大阪青は進む、黄色は気をつけて。じゃあそっちから行ってもらって、なんかあの、あれ、なんか入ってるところじゃないかな、開けちゃって、急に野生化しちゃってさ、びっくりした。スキッチないでしょ。まっすぐでしょ。大丈夫。まあまあ切れる。あ、これいい状態。まあまあ。よし、いい。じゃあサザエお待たせしました。うわ、わ上手。綺麗。お上手。さすが。よいしょ。